ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今年は何か新しい趣味でも始めたいものだわ。何かあんまりお金をかけなくても、それなりに楽しめる趣味って何かないのかしら。どうしたんだ、霊夢。また、お賽銭がたくさん集まってウハウハなんだな。違うわよ。今年は何か新しい趣味でも始めようかと思っているだけよ。何かお金がそんなにかからなくて、楽しい趣味がないのかしらね。お金がかからないかはわからないけど、釣りなんかいいと思うぜ。釣りは確かに面白そうね。頑張って魚を釣れば、霊夢の慢性的な食料不足も解決できるかもしれないしな。そんなに飢えてないと思うけどね。それに珍しい魚が釣れるかもしれないというのもあるんだぜ。珍しい魚なら、食べてみたいじゃなくて、ぜひ見てみたいものだわ。ところで、霊夢は竜宮の使いって知っているか？話の流れからすると、魚の一種なんでしょうけど全く知らない魚ね。深海魚の一種なんだが、この魚が見られると地震の前兆だと考えられていたりするんだぜ。地震の前兆になる魚がいるなんてこと、知らなかったわね。これまで、大地震の前に目撃されたことがあると言われているんだぜ。なるほど、そんな魚を万が一釣り上げちゃったら私はパニックになってしまいそうね。まあ深海魚だから釣れることは基本的にはないと思うけど、釣り上げた時は教えてほしいぜ。急いで、逃げる用意をすると思うからな。その竜宮の使いに関してもっと知りたくなったわね。それじゃ今回は、竜宮の使いに関して話をしてみることにしよう。よろしく頼むわ。竜宮の使いは赤マンボウ目、竜宮の使い科に属する魚類の一種なんだぜ。マンボウの親戚みたいなやつってことになるわけね。竜宮の使い属における唯一の種と考えられてきたが、現在では2種いると言われているぜ。2種類の竜宮の使いがいるということなのね。外見はかなり特徴的な大型の深海魚で、発見されることがほとんどなくて、目撃されるだけで話題になる場合が多いというくらいだから、極めてレアな魚だと思うぜ。どんな形をしているのかしら？竜宮の使いは全身が銀白色で、薄灰色から薄青色の線状が側線の上下に、互い違いに並んでいて、背びれ、胸びれ、腹びれの鰭条は鮮やかな紅色をしているんだぜ。なかなか神秘的な色をしている感じね。霊夢の言う通り、神秘的な姿をしていることから、竜宮の使い、という和名で呼ばれることになったぜ。なかなかいい名前だと思うわね。全長は3メートルほどであることが多いが、最大では11メートル、体重272キログラムに達した。個体が見つかったこともあるから驚きだろ。11メートルってものすごく長くて驚いたわ。現生する甲骨魚類の中では、現在のところ世界最長の種であると考えられているそうだぜ。また、体は左右から押しつぶされたように平たく側変し、太刀魚のように薄くて細長く。体高が最も高いのは頭部で、尾端に向かって先細となる形をしているそうだ。なんとなくだけど竜みたいな感じがするわね。確かにそんな感じに思う人もいるかもしれないな。そして下顎はやや前方に突出していて、口は斜め上に向かって開く構造をしているそうだ。まっすぐ上に開く感じじゃないってことなのね。それから、鱗、歯、浮き袋を持っていないと言われている。歯を持っていないということは、餌にしているものが限定されるってことでしょ。主にプランクトンを食べていると考えられているそうだぜ。それから、腹びれの先端はオール状に膨らみ、この膨らんだ部分には多数の化学受容器が、存在することが分かっており、自生物の存在を探知する機能を持つと考えられているそうだぜ。もしかして、自生物を探知する以外のこともできたりするのかしら？それに関してはまだよく分かっていないと言われているんだぜ。もしかしたら、この化学受容器で地震の兆候を掴んでいるのかもしれないけど、証拠があるわけじゃないから何とも言えないぜ。竜宮の使いは大体どのあたりに生息している魚なのかしら？太平洋、インド洋、大西洋など、世界中の海の外洋に幅広く分布していると言われているんだぜ。世界中の海にいるのね、なんだか日本の近海にしかいないのかと勝手に思っていたわ。基本的には海底から離れた中層を漂っていて、群れを作らずに単独で生活すると考えられているぜ。群れで行動しないってことは他の動物に捕食されることがないってことなのかしら？まあ、5メートルを超える大型の魚類だからその心配は少ないのだと思うぜ。私たち人間だって、海で泳いでいてこのような大きな魚類に出くわしたら逃げると思うぜ。確かにそうね、近づかない方がいいと本能的に感じるかもしれないわね。深海魚だから人前に姿を現すことはほとんどないと言われているんだけど、図鑑によく載っているし、形が特徴的なこともあって知名度は高いと言われているそうだぜ。ただ、実際にどのように泳いでいるかはよくわかっていないとも言われている。くねくねと泳ぐ感じだと思うけど違うのかしらね。実は、竜宮の使いが生きて泳いでいる姿を撮影した映像記録は、ほとんどないと言われていて、
生体についてもよくわかっていないことが多いんだぜ。ただ、通常は全身をほとんど直立させた状態で静止していて、移動するときは、体を前傾させて、長い背びれを波立たせるようにして泳ぐと予測されているそうだぜ。まあ、私の予想と大差ないみたいだけど通常の状態が直立ってよく考えたらすごいことね。確かにそうだな、5メートル近くも全長があるのに直立しているわけだからな。そういえば思ったんだけど、どのように仲間を増やすのかしら？卵を産むことで、仲間を増やしているそうだぜ。卵は不精卵であり、海中を浮遊しながら発生し、孵化後の潮は、外洋の海面近くでプランクトンを餌として成長すると言われている。潮の時は海面近くで育っていくわけね。潮は成長に従って、水深200メートルから1000メートルほどの、深海の中層へ移動すると考えられているんだぜ。大きくなったら海の深いところへ移動していくわけね。ちなみに、2018年12月には沖縄県読谷村の沖合で、支流の個体が網にかかったんだ。それはまた珍しいことだわ。そして、この2匹から精子と卵子を取り出して、沖縄美ら島財団総合研究センターが、人工授精、人工孵化させたところに10匹が孵化したそうだぜ。なるほど、この竜宮の使いの人工授精と人工孵化に成功したってことなのね。そしてこれは世界で初めてのことだったと言われている。ここまで竜宮の使い自体に関する説明を聞いてきたわけだけど、人間との関わりについて聞きたいわね。どうして地震の前兆だと考えられるのかとかね。それじゃ、次は竜宮の使いと人間の関わりについて話をしてみることにしよう。竜宮の使いと人間の関わりの歴史は、とても古いと言われているんだ。西洋諸国ではシーサーペント、つまり海の大蛇と呼ばれていて、世界各地の巨大生物伝説の元ネタになった可能性が指摘されていることでも有名だぜ。確かに全長5メートルもあるわけだから、昔の人が見たら怪物だと思われても不思議じゃないわね。また、ヨーロッパではニシンの王、とも呼ばれていて、漁の成否を占う前兆として考えられていたりもしたぜ。大漁と不漁、どちらの前兆だったのかしら。竜宮の使いが網にかかると大漁の前兆だと考えられていたとする説が一般的だぜ。ノルウェーなどではニシンが大漁に釣れる時に、竜宮の使いが目撃されることがあったそうだ。竜宮の使いを、漁をしている時に見かけたらニシンがたくさん釣れると考えていたわけだな。それだからニシンの王ってことなのね。他には竜宮の使いを食べると、不老不死になれるという伝説があったりもするんだぜ。なんだか、人魚の肉みたいな話ね。そもそも日本に伝わる、人魚の肉を食べて、不老不死を獲得したとされる八尾国の話における、人魚そのものが竜宮の使いではないかと考えられているという話もあるんだぜ。なるほど、そういうことなのね。それで、実際に食べたらどうなのかしら？実際に竜宮の使いを食べたことがある人の話だと、薄味で味はあんまり美味しくないらしいぜ。あと、当然だけど不老不死の効果はなかったそうだぜ。それはそうだと思うけど、美味しくなかったのはちょっと残念な話ね。めったに見られる魚じゃないからといって、美味しいものばかりではないってことね。そして、地震の前兆だとされる話なんだけど、東日本大震災が起こる数ヶ月前に、竜宮の使いが目撃されていると言われている。また、それ以前の阪神淡路大震災の発生前にも竜宮の使いが打ち上げられているのが、目撃されているという証言もあったりするんだ。そういったことから竜宮の使いが地震の前兆だと考えられるようになったということね。実は竜宮の使いに関して、漁に関しては大量の前兆だと考えられて吉兆とされるが、それ以外のことに関しては強調だと考える見方も昔からあるとも言われている。何かしらの災害が起きたり、不幸が訪れたりと何か悪いことが起こる前兆だと考えられていた場合も、これまで多くあったみたいだぜ。もしかしたら、大昔の地震災害の前にも、この竜宮の使いが目撃されていたのかもしれないわね。その当時の人は、竜宮の使いではなくて、海の怪物とか人魚とかだと思ったのかもしれないけどね。比較的最近の話だと、2018年の大阪北部で起こった地震の前にも目撃されているとも言われている。何も関係がないと、果たして言い切れるだろうか？さっきマリサが言ってた、竜宮の使いが餌を探す感覚器が地震に関する何かを、捉えていたりするのかもしれないと私は思うわね。竜宮の使いに限らずとも、これまで大地震の前には動物が何かしら、異常な行動をしている様子が見られてきたなんて話を聞いたことがあるわ。まあ、何か明確な証拠があるわけじゃないからな。竜宮の使いが目撃されたら、要注意だと思うぜ。ちなみに、竜宮の使いに限らず、深海魚が大地震の前に目撃される例は結構あるそうだぜ。やっぱり震源域が海底だと、深海魚が何かしらの影響を受けていてもおかしくはないってことなのね。ちなみに、東日本大震災の前には先ほど紹介した竜宮の使い以外にも、提灯アンコウがダイビングを楽しむダイバーに目撃されていたりするなんて話もあるんだぜ。
このダイバーによると潜水経験が1万回以上あり、その道25年以上らしいけど、提灯暗行を初めて見たのは、東日本大震災発生の1ヶ月前だったそうだぜ。やっぱり何かしらの影響を受けていそうな感じね。陸上の動物よりも、海の動物の方が海水を媒介にして、何かしらの情報を得ているのかもしれないぜ。空気中よりも海中の方が、音の伝わる速度も速いから、危険を察知するような独自の進化を遂げているのかもしれないという可能性もあるな。確かにクジラは歌を歌うとか、イルカは話ができるとか聞いたことはあるものね。海の生き物にしかない、何かがあるのかもしれないということなのね。ところで、近頃はリュウグウノツカイは目撃されたりはしていないのかしら？実は、2023年3月11日に京都や島根で目撃されていると言われているんだぜ。2箇所で目撃されているのね。何かの前兆だったのかもしれないわね。まあそれはさすがにわからないけどな。まあ、発見された後に何かが起こったとしても、何かしらの説明ができるわけじゃないもんね。はっきりとした因果関係が証明できるわけじゃないからな。何かしらの関係があるように私は思うけど、それを証明するのは難しいってことよね。まあ今言えるのは、リュウグウノツカイが目撃されたら注意しておけってことだな。はっきりとしたことは言えないけど、日本では昔から凶兆だと考えられてきたということもあるしな。確かにそうね、備えておいた方がいいわね。こういった言い伝えや前兆というのは、科学で証明できることばかりではないけど、意外と役に立つこともあるかもしれないぜ。役に立たない言い伝えなら、後世に残らないだろうし、そもそも、誰かに言い伝えることもないと私は思うぜ。確かに言い伝えってそういうものなのかもしれないわね。ちょっと気になったけど、地震に関する言い伝えって何かあるのかしら？それじゃ、少し紹介してみることにしよう。こんな言い伝えを今回は紹介することにしよう。地震の時は竹やぶに逃げろ。竹やぶは地震の時でも安全ってことなのかしら？絶対に安全な場所なんて、災害時はないと思うけど、その中で比較的安全だと考えてこの言い伝えがあるぜ。竹は根を広く張っているため、地割れが少なく竹は倒れにくく、もし倒れても軽いため、怪我が少ないことなどからこの言い伝えが残ったのだと言われているんだ。確かに、竹なら大きな木と比べて倒れてきても少しはマシな気がするけど、地割れが少ないというのは本当なのかしらね？実はこの言い伝えは正しくないことがわかっているんだ。やっぱりそうだったのね。竹の根というのはそれほど深くまで伸びているわけじゃないから、竹が生えているからといって、丈夫な土地だという証明にはならないことがわかっているんだぜ。でも、どうしてこんな言い伝えが残ったのかしら？それに関してはこんな説もあるそうだぜ。もともと竹やぶは崖崩れに強い土地だと言われていた。それがいつしか、地震に対しても強い土地だと誤って広められた可能性があるんだぜ。なるほどね、伝言ゲームみたいに途中から話が少しずつ変わっていってしまったということね。まあ、言い伝えはそういう側面もあるから、注意が必要なんだぜ。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。